Okehazama no tatakai de Ieyasu wa haizan hei o matome tettai shita. Koukei no Ujizane ni Yoshimoto hodo no kiryou wa naku, Imagawa ke wa botsuraku shita. Kai no Takeda Shingen wa Imagawa to no mei o haki shi, Imagawa ryou ni shinkou. Ujizane wa aenaku yabure, Totomi no Kakegawa jō ni tettai shita. 一方、徳川家康は桶狭間以降の混乱に乗じ、今川家から独立、織田信長と名誉を結ぶ。そして武田、北条といった大勢力と渡り合うべく、かつての主家である今川家の掛川城に攻め込んだ。 徳川の将、掛川城の戦い。私、射抜いてみせます。 裏切るだけでなく、主家をこの手で滅ぼすか。こんな男に家臣はついてきてくれようか。おお、直虎殿か。よくぞわしを頼ってくださった。あの、飯尾家の辰の方に勧められたんです。遠州の平和を守れるのは 家康様しかいないと。 私は九州今川を滅ぼさんとしている不忠者。わしが皆の幸せを願おうとて信じてもらえようか。大丈夫です。私が家康様のことを信じていますから。私だけでなく他の方々も信じてると思います。 主たる者、人を欺き滅ぼしてでも生きて家を残さねばならぬか。殿、よくぞご決心された。戦つ、嬉しく思いまするぞ。父上、前が見えません。殿は大丈夫なのですか。 殿にも気づかれる。いらっしゃいませ。
今川城を包囲せよ。ここで今川を滅ぼす。これも徳川家、天下のため。殿を罵るのは稲が成敗します。今川北条連合軍が城の守りを固めている。正面突破を避け地下道より天守を目指す。 こそこそ地下から死刑を攻めるか。さすがに罪悪感感じてんのか。イエス、いざ参らん。 それなりに腹は空いてきたみてえだな。今川家中には我らに味方してくれる者もいるはずだ。その者は近づかば従ってくれよ。撃つべき者撃たざるべき者見極めねばな。
敵側に味方する。東海の人守れるのは家康殿しかおらん。 いかん、閉じ込められた上、工場勢の奇襲とは。城の3階より城外へ抜けられるところがある。速やかに3階の敵将を撃ち救援を。 敵を城内に引き込み、その隙に小太郎に本体を襲わせる。我ながら上出来だ。 拉致者！伊那が成敗いたしました。撃ち取った！敵将撃ち取ったり！入るか？身の程知らずめ！
本体救いやがったが徳川の覚悟ってやつの中身見えてきたぜ我らは是が非でも今川を滅ぼさねばならんのだ開門 ウジザネ殿を捕らえよ。
ここで果てるわけには。 やり遂げます。
進もうとしているのは修羅道だ。後戻りはできねえぜ。はい、元より稲に交代の道なし。修羅道でも何でも突き進んでみせます。ドアホール、やり遂げます、やり遂げます。俺の意味じゃねえよ。頼もしい国境。Ujizane 殿と城兵の命はこの家康が保証いたします。王城方へ落ち延びられよ。家康、そちは優しいの。遠州を頼む、息災でな。Ujizane 殿のことよろしくお頼み申す。ああ、ま、あいつにはいずれ蹴鞠でもやらせとくさ。で、家康、てめえは鬼になる覚悟を決めたってわけか。人の心捨ててでも前に歩む覚悟できてんのか。歩むべき道は見えまする。ですが、その道の先にあるものはまだおぼろげなれば。そうかい。ま、せいぜい苦しみもがくんだな。その分だけてめえはでっかく強くなれるだろうよ。が、一つだけ言っとくぜ。その道は決して楽じゃねえ。氏真逃がす今のてめえじゃ息切れは目に見えてるぜ。ま、頑張れや。誰も歩きたがらねえ修羅の道、てめえが見事歩き切るか見ててやろう。養子なんです。名は虎松。こう見えても井伊家の跡取りなんですよ。戦場の雰囲気を味わってみたいとタタをこねて連れてきちゃいました。勝手なことしてすみません。 いえ、もののふの男子として立派な心がけだと思います。いいですか、戦場に出たら必ず一番槍を目指すのですよ。
そして死を恐れてはなりません。主に忠義を示したくば、討ち死にも辞さずです。何でもコクンってうなずいて可愛いな。私もこんな息子が欲しい。あの、すみません、イーナさん、討ち死に推奨はちょっと。本田家の家訓は井伊家には強烈すぎます。では最後です。大きくなったら私のようなお嫁さんをもらうのですよ。